韓国限定じゃないやけど海外日本で発売されてない、これ売ってて、おいかつ丼って普通に置いてあったの？普通に置いてて、ソウルいや、まあまあ俺らソウル行った、スニーカーショップまあざっと20件ぐらい回ってきて、めちゃくちゃあるんよソウルに。まあめちゃくちゃある。で日本に置いてない、もう日本で売り切れになったレアスニーカーとかいっぱい並んでるし、日本での流行りと韓国での流行りは違うから、あだからレアなやつ、日本で言うとレアなやつが置いてある。そうそうそう、本物なんですかそれ？もちろん本物で、ただいやもうおかしいよ、なんかナイキの東大も行ったことある？行った行った、トンデモ行ったことある？あそこ行ったらなんか、朝5時まで空いてるビルがあって、ファッションビルで普通の、そこは正規のナイキのお店からまあ、いろんな普通の、なんやろ、東京でいうマルキューみたいな、あの1階にナイキ入ったやつじゃん。そう、1階に、朝5時までやってね。あ、そうなんや。朝5時まで、で俺夜中2時ぐらいにみんなで行ってナイキに、何もうすごい人、2時よ、2時で、あんなちっちゃい小学生ぐらいの子供とかキャッキャキャッキャ走り回ってて、ナイキの中で、いや、ちょっと待ってると、時間考えろよ、ちょっと夜中の2時やで、2時に本です、店員さん、普通のお客さんもさ、店員さん呼んで、すいませんって、これサイズありますかみたいな、韓国で。ちょっと待ってください、2時やぞとか、2時にスニーカー試着して買うかいですよ。ちょっともうなんか考えられへんかった、ね、すごいね、感覚が違うよね。もう人混みがすごかったもん、マジで。あそこのビル、あ、行ったことあるんや。うん、あのその隣のビル行った、行ってんの、そのフロアだけ見て。あ、そのフロアだけ、1階の、うん、ナイキの。そうそう、で俺もそこでナイキのまあパーカーとかコリアって書いてあるのか、でその隣、そのビルに向かって左がまた大きいビルで、ファッションでも分かる、なんかつながっとるよね、そうそうそう、で、うん、そこはパチモンビルなんよ。あ、そうなんや。隣はナイキ、こっちのナイキはもうちゃんとした正規なんやけど、その隣はもうナイキのドーンってパチモンビルで、へ、地下の2階から上までなんかさ、シュプの服とかさ、出てないやつがあるやん。そうそう、めちゃくちゃある、シュプドラゴンボール。意味わからないな、あれ。見たことないようなやつが、いや、あのカエルのやつはあるやん。カエルのやつは本物、あのカーミットのやつ、あれのパチモンもよく出る、パチモンがプワーッいっぱいあって、で一人こう案内してくれる人が一人おって、その人の元をいろいろ連れてもらったんだけど、このビルは不思議なビルで、地下の2階のフロアだけは本物が売ってるんですって言うのよ、その人。ほんまかな思って、で地下の1階から上の5階までは全部パチモンなんですって言うので、いやそんなことありえるかな思って、地下の2階だけ本物で1階から上がパチモンって、そんな住み分けあんのかな思って、地下の2階まず見に行って、あ、ここじゃあ本物のフロアなんですねって見てたら、もうゴリゴリのパチモンで、もう全部パチモンやんけ言うて、はいよ、はーい、見ておるよ、見てる、めっちゃ見てる、釣り中や今、真っ最中、釣り中、それは見てない、めちゃくちゃ面白かったな、でじゃんけんで負けたやつがパチモンのシュプリーム着る、街中歩くっていう罰ゲームさせられて、誰が見事に負ける。友達でいいか、YouTube 関係なしで、もちろん僕は YouTube 撮りながら、うん、めいちゃんとかも、いや俺一人、あ、一人で行ってきた、一人旅やんな、で現地合流、え、バリ楽しいやん、現地で合流、韓国、現地で一緒に、韓国のどこどこのスタバ集合ねみたいな感じで一人ずつ行って向こうで、すごいな、もうみんなで行ってんねんのに、面白かった。いや、ほんで俺なんか韓国はインチョン空港は行ったことあったんやけど、金浦空港今回初めて行って、で金浦空港からソウルまでどうやって行こうかなと思いながら、何も調べずに行ったもんやから、とりあえず空港着いて降りて電車があったから、その電車乗るっていう、逆方向行くっていうね。何も見てへんから、とりあえず来た電車乗るみたいな、絶対一緒に来たのか、よくあるパターン、2分の1外すっていうね、右か左かで左行ってまうんだ、右ソウルやったのにさ、そんなことある？2分の1外すんやね、しょっぱなからびっくりした。だから金浦空港からソウルまで行くのに2時間半かかった。じゃあ今度は一緒に2人で行こう。2人で行く、行くの、じゃあ明日行こうや。おい、おい、早い、もうちょっと期間をこう、パスポート持ってるもんね。せめて運営するんやって、明日から日本帰るから、パスポートあるから、ね、いつでも行けるマリオモード韓国やどこ韓門店韓門店行くの